きょう行われた千葉県の対策本部会議では市川市にある宮内庁の新浜鴨場で11羽のアイガモが相次いで死んでいるのが見つかり、高病原性の疑いのある H5 亜型の鳥インフルエンザが検出されたことが報告されました。また施設で飼育されているアイガモとアヒル合わせておよそ330羽の処分はすでに終わり、半径10キロの区域内には鶏などの搬出制限が必要な養鶏場などはないことも報告されました。県内すべての養鶏農家に対し、改めて感染防止対策の徹底を強く呼びかけ、必要に応じて指導を行うなど、発生抑止に最大限取り組むこと、県を挙げて感染防止に努めていく必要があります。